三浦光陵は日本の航空宇宙工学者。専門は宇宙構造物の設計。東京大学名誉教授。東京大学宇宙航空研究所助教授。文部省宇宙科学研究所教授を歴任。中配管などに使われている PCCP シェルや地図や人工衛星のパネルの畳み方の三浦織を考案したことで知られる。旧正第一高等学校を経て、 東京大学に進学。東京大学工学部船舶工学科卒業後、同大航空学専攻博士課程修了。東京大学の航空研究所が再開されたのに、伴い、同研究所の助手となる。東京大学宇宙航空研究所助教授、文部省宇宙科学研究所教授を経て、東京大学名誉教授、三浦が発見した PCCP シェルは、 東洋生管及びキリンによってダイヤカット管として実用化された宇宙科学研究所にて宇宙構造工学を研究。前述の破壊の研究において発見されていた吉村パターンを構造物に応用した PCCP シェルの提案や実機のものとしては電波天文衛星、遥かの大型アンテナなどの設計。 また一般にも広く知られているものとしては、三浦織の研究の二次元展開アレイとして、実際に宇宙でも検証された、などがある。缶中杯や缶コーヒーの構造として使われているダイヤカット缶は PCCP シェルの応用である。PCCP シェルとは、円筒形の構造体。1960年代、三浦が NASA のラングレー研究所に在籍中。 極超音速機の胴体の破壊のモデルの研究過程で発見した。このパターンはもともとは東京大学教授の吉村慶丸が1950年代に航空機の胴体の破壊パターンとして見出したものだが、三浦は新たな構造として捉え直し、1969年に論文として発表した。管の構造として使った場合、従来の管に使われていた。 横ビードと呼ばれるベローズ構造と比較すると、パネリング強度が3倍もあり、しかも、縦方向の荷重に対しても十分な強度がある。そのため、同じ強度だと、缶の板厚を薄く、30%軽量化でき、コストに優れるほか、いかにも氷の清涼感をイメージさせるデザイン性も、良い。PCCP シェル構造を用いた缶は、東洋生缶が1990年代に、 ダイヤカット缶として実用化し、現在は、キリンの缶コーヒー、ファイアやチューハイ、氷結などでおなじみのデザインとなっている。ダイヤカット缶は、東洋製缶が特許を保有し、キリンホールディングスが立体商標登録をしている。三浦織構造の板を2枚の板でサンドイッチしたもの。蜂の素状の構造材料をサンドイッチした、ハニカムサンドイッチ構造の一種に分類される。 ハニカムサンドイッチ構造に関しては、中心として複雑な三次元構造を敷き詰めたものが様々に考案されているが、それらと比較すると、一枚の板に三浦織構造のデコボコをプレスするだけで良い。つまり、金属板一枚とプレス機だけで合成、軽量性ともに優れた中芯を製造できるという利点がある。そのため、コストに優れるほか、通気性も良い。 PCCP シェルは2つのローラーで挟み込むという金型が1990年代に考案されて実用化に成功したが、ゼータコアは量産に適した金型がまだ考案されていない。そのため実用化されていない。ありがとうございます。